作っていただくものは、はい、基本的にはラウンドアレンジメントと言います。このお二人はどこかでお花とか習ったりとかされたりしたことありますか？私はないです。目が肥えてらっしゃるということであのこれは基本的にはヨーロッパ方面 の、 アレンジメントの仕方なんですね。生け花ってなると流派によって3次元を2次元で表現するっていう方法だとか、花材をこだわって縦の長さが決まってたりだとかっていうのはあるんですけども、基本的にこのフラワーアレンジメントっていうのはもうどこから見ても綺麗に見えるようにっていうのと、まあ私があまりその花にこう生けなきゃいけない、こうやって刺さなきゃお花は綺麗じゃないとかっていうのがあまり好きじゃないんで、もう自由に刺してもらうのが一番だと思ってます。で、まあ今回その、まあそれにしてもある程度基本がないと。マイク、あ、そうなんですマイク緊張息が上がっちゃってちょっと汗拭いてもいいですか？涼しいのにもう人の前で話すのが苦手で、お花と話してる方が気が楽なんで妖精みたいな、そうです森から来ました。山上から来ました。そうなんで、そのまあ、基本をまずお教えしますね。これ一応どこから見てもお花が正面向いてるようになるんです。上から見てもこれがどこかしらにこの正面があるんですね。でその刺し方なんですけど、一回これ抜いちゃいますね。すいません、新聞紙すいません。菊って花びらが1枚落ちるともう全部落ちちゃうんですよ。結構これも昨日ちょっと刺しててダーッてそう落ちてきちゃうんです。ちょっとこの抜きながら花材の説明していきますね。まあこれは菊です。ちょっとあまり見ないタイプ。そうだね、はい、この色はなくてなかなか、バラか。そうです、これがバラで、これスプレーバラって言って、そう、まだつぼみでこれから楽しみだなっていう、ちゃんとお水あげれば全然咲きますね。でこれがボロニアって言います。あんまり見ないんですけど、霜付け手まりとか春先に咲く花があるんですけど、白い花咲くんですけど、結構庭先に咲いてたり、軒の軒下に咲いてたりするんですけど、実はこの辺で全然咲いてたりします。これはブルニアと言います、はい。まあ、基本的にあんまりこっちの方では見ないですね、はい。暖かい地方で咲くというか、もうこの状態が完成形らしいんですけど、これがその花の代わりというか、この胞子とかで増えていく。そうです、そうです、陸サンゴみたいな。すいません、ちょっと汗をふかして緊張慣れなくちゃ慣れなきゃね、はい。でこれはちょっと夕霧草の仲間の、お花でもあるんですけど、もう若干もう実になっちゃってるんですけど、このちょっと黒くなってるのが、もう種になりかけてる部分です。これがどこかどこでも咲いてるっつったんだけど、そうです、結構庭先に咲いてたりします。シソっぽいよね、うん、青ジソっぽいよね。匂いもそんな感じがするけど、でもシソじゃないです。食べちゃいけない食べちゃいけないです。お腹痛くなっちゃう。あとはバラの葉っぱも本当は
他の教室の先生とかだと結構これは使わないでっつって捨てちゃう人多いんですけど、何でもこう使えるものは、はい、使ってできるだけ大きくしてあげるっていうような感じで。オアシスとかは知ってますか、このお花の保水用スポンジ。これも結構お花屋さんとか行くと100円ぐらいで手に入るんですね。これが3つ分ぐらいの大きさで結構簡単に手に入るんで、普通にお花こう何ですか、花瓶とかに入れるよりも持つ花もあるんで、オアシスの方がこんな感じで、まあ、抜いちゃいますね。同じっていう。私のこれ10日のだ。あ、10日の。昨日？これ一昨日だ。一昨日だ。一昨日。これ昨日だ。昨日だ。あ、そうだ。一昨日の。で、このネットをまず取ってもらっていいですね。はい。はい、すいません。はい、拾って取っちゃってください。引っ張れば、うん、引っ張れば取れます。ね、うち中で出ちゃった時はさ、ここ誰か私の人来てもらうの？校内ですね。で、閉じまり閉じまりして全部閉めるの大変だね。うん、まあ、でもいっぱい窓あるから誰かしらいたりするから。そうだね。なんだなんだね。うん、今年、うん、うちの親が結婚して30周年かな。うん、なんかで沖縄行ってきて、うん、僕お留守番でしたもん。うん、そうだね。切ないそれは。もう一緒に行って。あ、そうそれただのいじめじゃん。お寺にいないといけないからさ。あ、誰かいないといけないから信じらんねえと思って中国へ行くお父さんが行くとこって言ったら中国知らないもん。あと海辺釣り辺に行くぐらいな。いやいや、いいんです。楽しみましょう。楽しんでいきましょう。こういう出会いはあるのにさ、彼女の出会いはないんだね。お互いに。そうなんです。女の子でも、あ、ママたちか。ママたちはダメだしな。ダメだしな、そうですね。シフトばっか絡んでるから。よく言われて、ここに出会いないよって。いいですよ。そこは別に求めてないです。出会いないよ。ケイちゃん癒し系だもん。いやもういじられば、いじられば。いつ彼女できんの？愛するのね。ああ、なるほど。ちびっこの人気はあるんだけど。ちびっこの人気はあるんだけど、まっすぐなのがいいのかな？そうですね。ね、まず、はい、一番最初にてっぺんをさせてもらうんですけど。上向いてるやつってこと？え、できれば。どんぐらいできればいいの？あの、だいたいこのお皿から、まあ、これはちょっと横にちょっと広いやつなんで、これの2倍ぐらいの高さ、この縁からもう一つ縁分ぐらいの長さで、緊張するまあ、まっすぐ